いやあのだけど今すごいの見せてもらったんだけど、ね、あのピアノが自動的に動き出しちゃうとかあるんだけども、はい、ここでさやっぱり小室さん自身のさこの即興みたいなこれいろんなもの見せてくれたからさ、ああこれを使ってね、うん、じゃあちょっとやってくれないかな、こんな感じで曲を作ってます、うん、じゃあいきます、大体こんな感じでいいですか、作曲って今ちょっと無理なこと言っちゃったけど、遊びながらね、うん、こんな感じで作ってて、うん、これをなんかカセットかなんかにこうパチッと入れますよね、うん、でそれ聞いて適当に自分で歌うんですよ、はあ、でこれに合わせてそれで一曲もできちゃうような感じもあるし、うん、それじゃあ何ですからね、カモンレッツダンス、あ、はい、これをちょっとやってもらいたいな、じゃあいきます、うん、カモンレッツダンスでしたけども、これは一応 TM ネットワークの、はい、こういう機材を使って音作りをしているということですね、はい、ね、小室さん自身がやっぱり曲を作っていって、はい、いろいろやって作曲活動みたいなのもやってますよね、はい、ね、うん、いろんな方に書いてると思うんですけど、そうですね、今年はまあ美里はもちろんですけどもね、はい、いろいろアイドル、アイドル好きなんで、はい、アイドル好きなんですか、僕はアイドル好きは有名ですからね、あ、そうですか、はい、もう今年すごい書きましたね、中山美穂ちゃんとか、僕好きです原田知世ちゃんとかね、うん、書きましたしね、美里は歌が上手いというね、あ、声が良くて歌が上手いっていうのがもう大前提にあって、うん、うん、だからまあ、自分でこう曲作っててね、自分でも歌えないようなのでもこう作っちゃうんですよ、で歌って美里に歌ってもらうと、まああの人うまく歌ってくれちゃうっていうか、ね、うん、すごい作曲家が助かる人ですね、やっぱりイメージの中の方がやってくれる、やってくれちゃう、人間がすごい、じゃあ美里ちゃんのマイリボリューションでもちょっと聞いてみましょうか、はい、綺麗ね、面白い、ね、あ、もうみんなメンバーもね終わってると思うんだよ、ね、コーラス入れ、お、お、コーラス入れ終わった、もう今やってるところですよ、あ、うん、やったな、もう打ち合わせ通り線引いたように並んでますけどね今だけど